はい、本日はですね、こちらの10万円分の福袋がね、到着しましたんで、こちら開封していきたいなというふうに思います。ということで、結構重いんですよね。で、10万円分の福袋ってこんなに買う人いてますと思ったら結構人気らしいんですよ。だから僕ね、ポチってその後すぐ見たら結構完売しててもうなくなってたでいいことなんですけども、じゃあ10万円分の福袋ありますよね。これほんまにええもんなんですか？それとも10万円以上のものは一応入れてはくれてるけども、使われへんやんけ、こんなもんってあったってしゃあないじゃないですか。一応ほんでね、キャンプ用品らしいんですよ。だから何が入ってるか全く知らないんですけど、今から開けていってね、ああでもないこうでもないっていろいろ言っていきたいなと思いますので、本日の流れとしてですね、開封していってどんどん見ていきましょうと、それだけのことになっていますので、2022年第2弾目ということでね、2本目にはふさわしい動画となっております。では開けていきましょう。こうやってね、ありがたいことに福袋のねシールとね、いいことがありますように祈りを込めて思いを詰めてというふうに書いていただいております。ありがとうございます。重さ的にはそうですね、5キロから10キロぐらいの重さはあるかなと思います。では開封していきます。はい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 、なんかね、こんな手紙みたいに入れてくれてて、まずもう早速いきましょうか。ガンガンね、これも10万円分でね、小出しにしてたらしゃあないから、まず1つ目、リュックかな。これすごいな、リュックですね。ちょっと開けていきましょう。あ、これカリマーのリュックですね。これカリマーってイギリスのねブランドなんですけど、これのリュックになってますわ。値段が1万5000円というふうに書いてるんですけどね、これがまず1万5000円分のリュックが1つ入ってましたと。大きさ的にもデイパックやからね、1日使えるような感じでしょうね。手前のポケットが派手なことということなんですけどね、 iPad とかもなんか入れるようになってるのかな、ちょっとなんかそんなも書いてますけどもね。派手だな。しかしまずがじゃあリュックですね。そしてその次はこれなんだ、エプロンですね。エプロンがありました。そうか、アウトドアやからね、こうやってエプロンつけてくださいねってことでしょうね。そう、正しい付け方できてるか分かりませんけども、一応つけておきましょう。まあエプロン入ってたということでね。なので今のところはこのようなスタイルですね。リュックにエプロンが入ってたというところで、次はこれ何が入ってるんだ、ランタンですね。ランタンが入っておりました。これは有名なブランドなのかな、ちょっとわからないです僕は。バレーボーンズって書いてるのかな、バレーボーンズかな、ちょっと名前はわかりませんけども、こういったランタンが入っておりました。これ LED のスタイルのやつかな。はい、なんか有名っぽいような雰囲気はします。どうやらね、なんか見たことあるって言われたらあるような気もせんでもないし。これが3点目。そして次がですね、こちらズドーンということで、これはわからない、なんだ、ファイヤースターターです。こうやって焚き火とかするときにね、カチカチカチってファイヤースターターで、これでパチンって火つけていく原始的なやつなんですけど、これ僕持ってるのでね、これは僕いりませんけども、このようにファイヤースターターなんとかって書いてあるんですけどもね、そういった仕様です。僕持ってるやつよりかっこいいやつですけどね。僕のそんな安いアマゾンで900円ぐらいで買ったやつだから、チャッチーやつやけども、これええやつやないかね。でその次いきましょう。これ、あ、出ました、メスティン。これキャンプ道具ですね、やっぱりね。メスティンが入っておりました。こんなメスティンなんか何本あってもいいよ、ほんまに何個でも使えるからね。1個持っとったらいいっていうわけじゃなくて、何個でも持っとこうということで、このメスティンが入ってきました。しっかり分かってますよね、これはほんま何個あってもいいよ、僕キャンプ初心者の僕が言うんやから間違いない。次行きましょう。次は何かと、あ、外のやつですね。外のこのガスのやつですわ。これも僕ちに、もうちょっと短いバージョン持っております。なので僕もこれ必要ありませんけども、外のね、レギュレーターストーブフュージョンというものが入っておりました。これガス管球ってね、刺してビューってやるやつなんですけども、それが入ってて、次はこれなんだ、これも外ですかね。あ、外のクッカーセットはな、よく鍋とかもね、これでできたりもするし、鍋以外にもね、例えばラーメン作ろうかなんていうのもできるし、それ以外にやったらもちろんパスタも作れるんですけど、下とかは見ていくとね、なんか包丁にもなるんかな、うん、なってますね。なんかまな板っぽくなってる、包丁じゃまな板っぽくなってるんで、こんな使い方もできるし、取っ手とかもね外せるよっていう風に書いてます。これ今んとこすごいですよね。じゃあ次行きましょう。こちらズドン、これは何なんですか、ちょっとわかりません。何が入ってるんだろう。これはちょっと開けてみるとですね、あ、なるほどなるほど、着火させるときにね、ファイヤースターターはあるんだけど、こういう木くずをね入れることで炎がつきやすいというか、最初にね火起こすときにね使うようなやつが入ってて、これ今んとこ気づきましたけど、一式入ってますね。キャンプやる時の一式入ってるんやけども、この火起こしなんとかみたいなのがついてて、次はこれですわ、ズダーンってことで、この格好に似合うけどもね、ナイフなんかな、ノコギリとか多分そっち系なんですよ。出ました、さっきのブランドです。なんていうブランドか分かりませんけども、バーレーボーンズですね。バーレーボーンズだと信じましょう。ジャパニーズナタトールって書いてあるんで、あ、ナタですね。しかも日本製で作られてますよなんてことなんで、こういうのがね入っておりました。まあ、この辺ちょっと値段書いてんから、あんま値段なんぼか分からんけど。そして次がですね、これちょっと重たいな、これなんや、テント、あ、
コットでした。コットこういうね寝るときに下に引くやつなんですけどね、これを下に引くことで冬も寒くないし、もちろんこう汚れたりもしないっていうことでね、夏場とかやったらこう汚れても大丈夫やし、冬場やったらこう下からの冷気が来ないっていうようなねコットがこちら入っておりましたわ。タクティカルコット、コンバーチブルっていうコットが入っておりました。そして次は、これ外ですね、外のコンパクトテーブルが入ってました。キャンプとか始めるときって大体このテーブルいるんですよね。なんかちょっと物置いたりとかしたら白までこう埋まっててね、ランタン置いてみたりとか、あとちょっとコップ置いてみたりとか、でタバコ置いたりとかしてたらね、結構白目に埋まってくるなってことなんですか、これいるんよというのがね、外結構外多いですね、 1,2,3 外3つ。ほんで次がですね、これは、私服のひとときと書いてます。何が私服のひとときなのかちょっとよくわかりませんけども、あ、鉄板ですね。これはこちら鉄板が入っておりました。これでね肉焼いたり何や焼いたりできるんですけどね、こういった鉄板が入っているよと、ちょっと見てみましょう。このような感じですわ。肉ジュー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 焼いてね、でちゃんと持ち運ぶことも考えてられてるから、こうやってね軍手つけてここポッて持ってあげたらこうお皿代わりにもなるんだよなんて言ってね、この台がありますので下の台からねお皿代わりにもなると、そら至福のひとときですわ。そして最後はですね、こちらズドーンとこれら全てを掘り込める箱というかケースがねついておりました。うわすげえな、仕切りもありますね。このお道具箱みたいになってるな。このお道具箱を外していくと、がっぽり入るんですね。だから今のこれ物全部ここに入りますね。すげえな。ちょっと落ち着いて見ていきましょう。では部屋移動。はい、ということでね、最後振り返っていこうじゃないかということです。まずはエプロンがありましたね。はい、エプロンね、これ着てますね。そして次にリュック、今思ってもなんでリュックが入ってたのかわけがわからへんけど、とりあえずリュックがありました。そして次がですね、やっぱりちっちゃいテーブルっているよねなんていう話もしてましたし、それ以外にあったファイヤースタートのこのピッピッてやるね、原始的なやつ、これも使うんよと、で僕は持ってるからもういらないんよということがあったりだとか、あとは私服のひとときね、あ、そんなん言ってた、てかこれ何やったっけ、そうフライパンやーいうことでね、これステーキ焼くやつがこれでしたよねなんていう話をしてたりだとか、いややっぱりこう男にはワイルドにこの刀いるでしょ、ナタいるでしょいうことがあったりだとか、それ以外にもね、火を起こしやすいようにこうやってセットまで用意くれてたり、ほんで火を起こした後はね、こういった調理器具を使ってね、メスティンで米炊いてみたりとかね、このね食器でね、クッカーでね、なんか飯入れたりとかね、取り分けたりとかね、このレギュレーターストーブでね、火を使って鍋をやったり料理したりいろいろやったりするのもできるし、このランプがあるじゃないですか。これ最後にはコットもあったし、このケースもありましたよね。そんなところがね10万円分かなと思いますっていうのは、僕自身もキャンプ最近ちょっとできてないんですけどもね、唯一僕らが今足りてないものっていうのは寝袋なんですね。でなんとこの10万円今回買った中に寝袋ございません。だから何にも使うものがないんですよね。まあなので僕らはね、冬用の寝袋とかを買って、また次回キャンプ行きたいなと思うんですけども、まあ、今後ねキャンプとかをねされたいっていう方とかやったら、あとこっから椅子買って、焚き火台買って、テント買ってすれば多分デイキャンプは全然楽しめますよね。だから椅子とかやったら、まあ1万円ぐらいあったら全然買えるし、テントもまあピンキリやからね、安いやつやったらそんな高ないし、焚き火台もね、まあ、ピンキリやからそんな高くないんですけど、まあ、こういった形で、キャンプができますよというようなセットがありました。なのではっきり言うとね、キャンパー初心者の僕からしたらこれが妥当なのか、もしくは安いのか全く分かりません。だからねコメントで、いやこれめっちゃお買い得ですよって言ってもらったりだとか、あといやいやこれぼったくられてるでとかっていうのもね言ってもらったらいいんですけど、とにかく僕は分からへんから妥当かどうかも判断ができません。ただこれからキャンプ始めたいと思ってる方はね、こういうので一式揃えちゃって後々ねこう使いながらアップデートしていくっていう、例えばちょっとね台が小さいから大きいやつに変えたいなと思って大きく変えていったりだとかっていうことで、まずは一番最初こういうセットでね始めていくっていうのもね、あ、ありかなと思ったんで、僕あんまり福袋推奨してないんですけども、意外とこういう趣味系のものはね一式揃ったりするんで、あ、これはこれでありかもしれんなっていうのがね、正直な感想でした。ただ僕もねキャンプこれからずっとハマっていったらね、その時にはうわこれ微妙やんとか、いやこれはあかんでとか、やっぱり僕も撲滅委員会理事しますわって言うかもしれないんですけど、まあとにかくそんなところでね、今回は10万円分のキャンプ用品の福袋を開けてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。